50代後半の女性ですね。はい。まあ今、この瞬間、日本、世界のどこかで辛い思いをしている子供がいると思うと苦しくなってしまいますと。例えば、ウイグル人の子供たちの人生はどう捉えばよいのか。まあ、心をね、平安にするですね、ものの考え方、捉え方のヒントがありましたら、ご教示くださいということですね。はい。まあ、小崎さんとよく話すことですけども、社会は自分じゃないんですよね。で、宇宙、もちろん世界は、社会とその時の社会っていうのは、まあ自分の身の回りですよね。うん、で、それは自分の考えと違う。世界はもっと違うわけですね。昔、ちょっと前は、今、大きな顔してるアメリカ人が、はい、西アフリカから奴隷をかっさらってくるわけじゃないですか。その時のかっさらい方っていうのはどういうかっさらい方だったかっていうと、そのアフリカのあるところに民家が建っている。非常に平和で牛かなんかを飼いながら家族一緒に協力して農作物を作り、牛を飼って毎日過ごしている。そこにアメリカ人の奴隷商人が来て、ライフルを持ってきて、あるいは撃ち殺し、あるいは棒でな、ライフルで殴って、そして、まあ普通の場合はその男ですね。働き手の男の両手を縛って引っ張っていく。それを見て、もう奥さんやら子供やらが泣き叫ぶんだけど、まあ普通撃ち殺すってことあんまりなくて殴ってしまうんですけど、そしてその、男を船に乗せる。で、船に乗せて、20人ごとにロープで繋いで、西アフリカからアメリカ大陸に向かって船出をするわけですね。まあ、できるだけ、その奴隷を安く手に入れるためには、船にできるだけ多くの奴隷を乗せなきゃいけないので、まあ、積載量を満杯に乗せるわけです。そうすると、まあ、海が静かで、その間にアメリカに着けば、全員をアメリカに荷上げして奴隷を売ることができるんですが、通常途中でちょっと嵐なんかに遭いますと、汽水船がありますので、奴隷を海に投げ捨てて、船の重量調整をするんですね。で、20名をまとめて手をこう縛ってるかっていうと、その20名は誰かを引きずり下ろせば、20名ごと重量が減りますから、船の荷物の重量がですね。それでアメリカに到着するっていう、そういう商売を100年もしてたんですよね。で、まあ、人間の歴史っていうのは本当にそういう歴史で、まあ、日本人のように非常に穏やかな民族の場合はそういうことをやってないんですけど、まあ、アリア人を中心とした、まあ、世界の主な民族はそういう生活を今までしてきたわけですね。うん、じゃあ、歴史を考えて、だから、それはこの方の言うように、僕も胸が苦しくなりますよ。こういう話をすれば。だけども、その中で虚しく大西洋の木図と消えていった人、それからそれよりかもっとかわいそうだと思うのは、死ぬ当人もかわいそうだけど、もうアフリカで、その働き手の親父がいなくなったら、もうその家族は飢え死にしかないんですよね。そういうことをさせられた人、その中で、現在のアメリカという、まあ、強い国が生まれてるわけですね。ですから、まあ人間というのはいかに、その人たちがまたキリスト教を信じて、日曜には礼拝に行って、イエス・キリストのありがたいお話を聞いてると。まあ、そういったものが、実は世界のほとんどでした。うん、日本だけは、僕が日本文化というのを重要視するのは、日本だけは奴隷もいなかったし、まあ奴隷がいない国ってのは日本だけなんですが、まあ、悲惨の程度っていうのは本当にまあ日本がすごく少なかったんで、やっぱり僕はできるだけ日本文化というものが世界に浸透してですね、うん、でそういうひどい家族で平和に暮らしてるのが突然なんかライフル持った男が来て、主人をしょっぴいていくと泣き叫んでどうにもならないという、そういう悲惨な人生を送らないようにしなきゃいけないと思います。その点では、もう、まあ、その方に大変にあれだけども、目をつぶるしかないんですよ。うん、目をつぶって、そこは悲しいけど頑張った後、やっぱり日本文化のように力づくではない文化というものを
どうしたら世界中に広められるのかということをまあ考えるっていうのがまあ重要ではないかと思いますけどね。そうですね。まあ、世の中は私でないっていうね。はい。うん。まあ、これはね、本当に自分の中に落とし込むっていうのは、なかなかね、こう、難しいことではありますけど。人間というものは、いつも僕言ってるように、人間というのはもう、防ぎようがないぐらい血管の動物として出てきてしまったわけですね。頭脳支配動物の第一号。それでそういう頭脳第一号だからこそ、そういう残虐なことをできたわけですので、まあ、その意味では、今度人間が絶滅する、現在の人間が絶滅すると言われる600万年後ぐらいから出てくる新しい新種の人類に期待するしかないと、うん、いうのが、まあ、非常に長期的に歴史を見た場合の考え方なんですね。はい。まあ、そうですね。はい。まあ人間の、それが人間だと。はい。それで僕はちょっと極論だけども、うん、僕が言ってるのは、イエス様も、釈迦様も、神様はいないと思ってただろう。だけど人間のこの根本的な悩みを、辛さっていうのを解消するためには、あの人は神様に行く、神様のところに行くんだ。わずか30年の命は不幸だったけど、これから永遠の命で極楽に生活できるんだということによって、まあ、この方が今、心の中で、辛い思いをしていることが解消できる。したがって僕は聖書を読んだりいろいろすると、いや、イエス様が本当に神様がおられると思ってたのか、それとも人間には神様という存在を認めない限りは幸福に生きていけない欠陥の人間だから、欠陥の人間を欠陥だ、欠陥だっつったって物事は解消しないから、その具体的な解消策として神様という概念を持ってきたんだっていうのが僕の非常に独断的な考え。わかりました。まあね、ぜひちょっとね、世の中私でないということを、とね、いう感じで、まあ捉えるしかないかなというふうには思いますね。はい。ご視聴ありがとうございます。もっと武田先生のお話を聞きたい方へ、武田先生に直接人生相談をしたり、YouTube では公開できないお話を聞ける公式オンラインサロン、幸せ砂時計村で、武田先生や意識の高い仲間たちと幸福な生き方、考え方を身につけ、笑いの絶えない毎日を一緒に過ごしませんか？武田邦彦公式オンラインサロン、幸せ砂時計村、参加受付中。詳細はこちらの QR コード、概要欄をご確認ください。